続いて本日の未明にワイアポロ山脈にあるニューコム航空基地で起きた爆発事故の続報です。原因については現在もニューコムインフォと現地警察による共同調査が続いている状況です。死亡が確認された方の氏名がニューコムインフォから発表になっています。その氏名は次の通り、 NEU 所属整備士ロバート・サンダーソンさん、ジョージ・トムソンさん、コム運送の田所さん、まだ名前が分かっていません。同じくコム運送のスタークさん、まだ名前が分かっていません。 NEU 所属パイロット、フィオナ・クリス・フィッツジェラルドさん、同じくパイロット、ケビン・ジョーンズさん。はい、そうですか。ニュースの途中ですが、たった今、先ほどまで普通だった衛星回線がつながったようです。それでは軍事クーデターが発生したとみられる現地近くの空港からと、現場周辺に向かった特派員からの中継をご覧ください。はい、空港です。こちらでは各地区を結ぶエアラインが全便欠航となっています。その理由についての発表はまだありません。一部地区でゼネラルリソースの制空権が完全に略奪されたとの噂もあり、空港は混乱の極みを見せています。皆さん、私はジオフロントから50キロほど離れた場所からお送りしています。ご覧いただけるでしょうか。私の上空では多数の戦闘機の編隊がジオフロント方面に向かっていく姿を何度もカメラで捉えています。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は、我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき、我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。ゼネラルリソース系列の報道機関では現在放送内容についてキーワード検閲か配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。すでに我々は全ての人類に限界を超えてもらうための技術を持ち、その準備もできている。肉体を捨てよ。これは生命を解放するために行われる革命である。今こそここに我々は宣言しよう。全人類のサブリメーション、それこそが我々の生命を次世代に進化させる唯一無二の真実である。この技術は夢ではない。その証拠に一つの例をご覧いただくことにしよう。ディジョン、この男は10年前にゼネラルリソースの謀略によって完全に肉体を失っているにもかかわらず、エレクトロスフィアで生命として今も確かに存在している。そう、もともと我々全てが平等に秘めている生命、精神、意識という名で呼ばれてきた力で構成される意志は、肉体などといった脆弱な存在を限界とはしていなかったのだ。そしてこの事実を我々は有史以前から知識として伝承してきた。歴史を振り返ってみるまでもない。肉体の限界を持たない生命の存在について我々はこう変換していた。それこそは新たな人類の姿である。そして
人類史上最初に肉体を持たない生命として生まれ変わったディジョン。我々は彼を始まりの指導者として迎え、この革命を実行する。ニューコムの事故、ニュースを見た。あれ、あれ、絶対陰謀だ。フィーが、だから言ったのに、誘ったのに、ウロボロスにずっとずっと言ってたのに、いつも意地張って、バカな、バカなことばっかり。肉体に固執するから、死んだら何も残らなくなっちゃうのに。私と一緒にここでサブリメーションしようって言った。私の言うことを聞いてればこんなことにはならなかった。ニューコムの奴ら結局ゼネラルと変わらない。やはり革命はしなければいけない。この世界はダメになる。ねえ、君と私の二人でディジョンの革命を完成させて、肉体を捨ててエレクトロスフィアの海で人の新しいあり方を手に入れましょう。久しぶりだな。君がユーピオにいた頃に一度誘ったことを覚えているだろう。よく来てくれた。実はあの頃からこの革命は計画されていた。その時から君はもう私の手の中にいたというわけだ。君も分かっただろう。ユーピオもニューコムも所詮は同じ穴のムジナだったということなのだよ。治安維持だの科学先民だのといろいろと御託だけは並べるが、実行力のない臆病な連中だがな、私は違う。私には恐れるものなど何もない。世界はすでに私を認めたようなものだ。さあ、世間を見返してやろう。今まで私をバカにしてきた奴らを血祭りにあげてやろうじゃないか。肉体に固執した人類など滅びてしまえ。ありがとう。君は説明もしていなかったのに私を信じてくれた。だからどんなことがあっても君のことを守る。我々の革命に必要な最終兵器、ナイトレーベンのパイロットをユーピオから救出する。まずユーピオ基地を襲撃し地上部隊を排除、救出機が滑走路に着陸できるようにするのが君の任務だ。健闘を祈る。エンゲイン。Bye.
Missile alert. Bull warning. Bull eye. これよりパイロット救出に向かいます。上空から援護しなさい。パイロット救出に成功。離陸できるように進路を確保。アップデートタイム。ミッションオーバー。ボーナー、空母に戻ろう。早くしないと逃げ切れない。モリビア機をやらせるな。大変なパイロットがいる。もう一度も必要なのだ。Caution. Stop. Warning. Missile alert. Bullseye. Bullseye.よく戻ってきたな、レナ。待っていたぞ。全てはこれから始まる。そしてこの世界を変えるために生まれたナイトレーベンで、
レナが秘めた真実の力をじっくりと見せてやろうじゃないか。この世界を変えるのはこのような戦いではなく、ディジョン、あなた自身の姿であり人々のサブリメーションではないのですか。ナイトレーベンなど使わなくても、あなたが自らの手で人々にエレクトロスフィアの素晴らしさを説くべきです。いや違うな、力とは人に見せるためにあるものだ。今のお前に私の姿が見えるか。いいえ、でも肉体として見える姿に意味なんてあるのですか。今のお前に何がわかる。何も知らずこの世界に縛られ、一瞬にして全てを失った者の気持ち、この俺がこの姿を望んだとでも思っているのか。サブリメーションを望んでいなかったなんて。私が、この私がニューコムを裏切り、たった一人の妹までも裏切り、全てを捨ててまで参加したこのあなたの革命に、私が望んでいるのはあなたのその姿でした。この姿だと？それこそお前が私を使って見ようとしているのは無意味な夢に過ぎないということだ。お前の現実から逃げるためのな。エレクトロスフィアで一体何が見えると思っている。お前の話はエレクトロスフィアの世界が天国だとでも言いたいようにしか聞こえない。そんなに天国へ逃げたいのなら妹の後でも追えばいい。いや、今こんな私にいつも言ってた。夢なら出てる時にでも見ろと。でもあなたのおかげで分かった。目覚めの悪い夢。ごめん、もう私どこにも行くとこなくなっちゃった。ここは私の思っていた場所だと信じてたのに、いろいろなくしちゃった。なんだかバカなのはフィーじゃなくて私だったみたい。それでも私は自分自身とフィーのためこの戦いにケリをつけるつもりで、それから君のことも必ず。だから私の最後のわがままを許して、ここから消える。そして何がこの戦いの真実だったのか、それだけは自分の目で見るまで戦う、そのつもりだから。私を信じてお願い。だから